また止まっとるよ。ひろちゃん。ん？また。また。また道向かいの健信君のとこだ。え？改造バイク5台に。フルスモークの車は1台。もうここ最近毎日ね。え、バイク何だよ。バイク5台だ。全部改造してる。うん。いや、最近でもずっとよな。ずっと。もう1週間以上じゃない。うん。だって昼間ちょこちょこなくなるもんね。どっか行ってんの。だって夕方とか夜になったらまたこれぐらい止まってたい。うん。検診の部屋で溜まっとっただろ。いや、分からんけど。もうほんと検診は小さい時は可愛がったまってね。でも最近やばいよな。めっちゃ怖いもん、なんか。いや、もうだいぶ上の人たちと仲良くなってからだい、うん、もうなんか車乗せてもらったり、もうなんかバイク乗せてもらったりしよったでしょ、中学の時から。その辺からおかしなったもんね。で、高校も辞めてからだい。そう、あんま関わりたくないもん、俺怖いし。おっちゃん、おばちゃんとももう全然お母さんも話しとらんけんだ。いや、あんま見ん方がいいって。え、あんま見ん方がええもん。なあ、おらさん多分部屋だろ。出てきて何見てんねんとかなるかもしれん。よう、アギャン改造できるね、バイクは。うん、ね、こうやって。逆にダサいけどな、あんなしたら。いいとこがあって。いいよ、いいよ。検診にいいとこがいいって。いらんこと言うなよ。ねえ、だから近くのコンビニとかでもさ、うん、いたもん。あ、そう、あのバイクが。検診持った。おったと思う。でも、近寄らんかった。まあ、あんたになんかしてくることはないけどね。うん。検診も知っとるけん、私たちも。でも、周りの人、めっちゃ睨んできたよ、俺。あ、そう。うん。言え。検診君の友達ですって。え、言わへんって。うちはそぎゃーん、車出したり入れたりするとき迷惑かからんけん、よがばってんだ。うん。ね、隣の家は迷惑だろうね。そう、車出したり入れたりするときにた、横で路中したバイクテロン、車テロン置きっぱなしでた。うん。ほんで夜中たまにうるさくない？あ、最近な。うん。あれ、あそこでみんなで夜タバコ吸ってると、外で。まあ、タバコ吸ったらもう5分10分で部屋行くけんよ、かかって。あれが1時間2時間も話しとんならもうお母さん言おうかねと思って。いや、もうええって、そんな言わんほうがええって。え、やめといて。なあ、よかよ、ケンシは知っとるけん。いや、もういいよ、その周りの人がなんかよう分からん人よ。よう分からん人でもケンシがおるけん大丈夫する。うん、言って。そんなお父さんもらうすけん。いや、もう絶対言わんほうがいい。お父さんに言わんほうがよかね。もう平和に行こう。お父さんに言ったらもうやり話いかすよ、一人で。いい、おい、俺だ、お前たちや。マジでやめよう。怖いわ、もう。ね、またあれよ、ケンシンはもう小さい時からずっとうちのお父さんの若い頃の写真とか見て、うわー、おっちゃんかっこええ、おっちゃんかっこええとか言って、俺も小屋ん髪型したいとか言ってね、うちのお父さんに憧れてましたって。ケンシンが全然センスないよ。え、センスなすぎる。今あんた、ケンシンって言うた。え、ケンシンって言った、あんた言おうかな。え、ケンシンくんって言ったよ。ケンシンくんって言うた。言うたよ。いつからあんた、ケンシン、ケンシン言うわけないやん、そんな。あんな、だ、なんだその、チクロかみたいな。いや、ヒルちゃんがケンシン、ビビっとるけんが。ビビって言うん、別に普通よ。え、いや、ビビってるとかじゃないよ、別に。な、言うてきて、ちょっと関わりでも、ヒルちゃん言うてきて。なんて言うの。いや、路中ですよって。警察捕まりますよって。言うわけないやん。平和で行きたいな。ほら、来た。ちょ、えっ、来た。
一人とおるで。三人ぐらい出てこらした。じゃあ、見たくない。ほら。おる、一人。うわ。一回睨まれた人いる。やらに来た人。だってみんな年上だろ、あれ。うん。もう、二十歳過ぎとったじゃない。いや、過ぎてる。もういいよ、もういいって。いい。あ、もう見んとき。タバコ3人で吸い寄らずばってんだ、うん、ちゃんと一人の人がちゃんと入れば持ってるそこ真面目なんかい。いや、やっぱ検診の家の前だけど、それは検診の家の前でタバコをポンポン捨てられんのだ、うん、それが言い寄らずかもしれん。目の前のあそこの家のお父さんうるさいけん、おっちゃん怖いけん、うん、ポイ捨てとかはせんなよって、うん、いるはずとかもしれんね。もう一応、まあ会えば挨拶はしてくるわってね。もう絡みがないけん、検診と、うん、全く絡まんようですよ。まあ絡まんで言うかよ。もうちょっと検診はおかしなった。他の周りの友達が中学生、高校生の同級生とね、遊んどった時はよかったわって。もうちょっと車持っとったりバイク持っとったり、ちょっと上の兄ちゃんたちに可愛がってもらってからは変わったもんね。高校もいかんごになってから、だからお父さんも言いましたもん、検診はあらダメって。ちょっと道を外しすぎって言った。だったら検診なんかもうバイクの免許も取らないでバリバリ乗りよってたわけ。やばね、いつか事故るぞって捕まるぞってお父さんの言わしたばって、うん、ヘラヘラしとったです。ちょっととんでもないな。え、とんでもないわ。ああ怖いね。真面目に生きなさい、ヒロちゃんはね。真面目に生きてるよ。真面目に、そんな違反ズボンとかね、履かんでいいとね。赤い派手な T シャツとか着なくていいと、真面目に生きなさい。え、それはもうそのかっこいいと思ってやってるから。かっこいいって。じゃあ、あの人たちの前で着れるね。ね、違反制服着て、あの人たちの前歩ける？全然歩けるよ。調理できて？なんてな。絶対歩きらんた。歩けるし。おい、なんや、そのズボン。おい、調子乗っとってやって言われればね。言わんて。まあ、言わんとね。そんな検診があんたになんかしてくることはないけん、それは大丈夫ばってんたい。ただここ最近ずーっとあそこに車もバイクもよう止まっとるけんね、うん、いい加減誰かが言わないとじゃないとっていう話はしよったって。いや、なんでも言わんでいい、絶対。だけど別に私ね、うちも別に全然よかった、迷惑すぎやのかかっとらんけん、うん、待って、うちのお父さんに消防団かなんかでね、よー最近あそこ止まっとるねって、うん、でなんかしてくれって言わすならお父さん行かせて。いや、もうやめよう。絶対お父に言わんときや。大丈夫ってすぎやん。変なことさせた。検診って。お前ここに止めとよかばってん。ちゃんと邪魔ならんとこ止めろって言わすぐらいって。それも嫌や。え、そんなんも言わんといてほしい。もうないもんと思う。ないもんって、もう道の反対側だけ。え、もうないもんと思って。ね、一台えらいうるさかバイクのあるでしょ。いや、改造してるからやろ。うん、いや、いや、全部うるさかばってんだ。一台だけなんかっていうのがあるでしょ、なんか。めっちゃ見てるな、ちゃんと見とるよ、お母さん。お母さんも洗い物とか料理しよるときに、今日は何台、今日は何台って。バイクはね、毎回台数変わるわってね。あの真っ黒のフルスモークの車は毎日止まってる、あそこに。だけどお母さんね、最近検診の父ちゃん母ちゃんも見らんけ、もしかしたらもうあそこの部屋には検診しかおらんとかも。
それは仲よね。どういうこと、どこ行ってんじゃん。いや、わからん、見とらんて、おっちゃんもおばちゃんも。えいや、だけん、謙信、おっちゃんもおばちゃんも今おらんけん、もしかしたら謙信、ああ、だから呼んでるってこと、友達に自由に、たまり場のことしとっとかもしれんた。そらわからんばってんた。でも確かに見てないかもね。おっちゃん、おばちゃん、おったなら言うでしょ、あんたちょっと目の前にあげやん、バイクとか車止めるなとかたい。まあでももう言い切らさんとかな、怖くて。でも一番言わなあかんかな、親が。まあでももうあがやん、ヤンキーが集まってたらもう怖くて言い切らんってなっとらすかもしれんた。それは分からんた。お母さんも言い切らんもん、ヒロちゃんがもうヤンキーになってからもう不良のやつらばもう5人も10人も連れてきたら。あっ、ごゆっくり。絶対そんなんじゃないよ。うるさくすんなよお前たちはとか言い切らんもん、怖くて。絶対そっちを言うよ、強く言って。それは今の周りだけ言うとだ。もう何されるか分からない人の前ではもうお母さんもおとなしくしとるけ。いや、怖いもんないやろそんな。まあなかね、怖いもんはパパがおるけ。パパが私たちを守ってくれるから。パパって言ってなくない？何だパパ。はあ、よし、料理でも作ろうかな。まだおるかね。もういい、ほんと君んだよ。もう部屋入ったばい。チャンネル登録よろしくねー。